歌舞伎俳優、中村勘九郎、41、と中村七之助、40、が26日、東京都内で行われた、平成中村座小倉城公演、福岡、小倉城勝山公演内特設劇場、11月1から26日、の制作発表会見に出席した。2019年以来4年ぶりの同時公演で、昨年2度の火災に見舞われた旦過市場へのチャリティーイベントを発表。公演中の13日昼の部を休演にし、トークショーや映画中村勘三郎を上映予定で売り上げをすべて寄付する。勘九郎は？劇場の隣が同市場だったといい、ニュースで燃える映像を見てショックでした、と声を落とし、育ててもらって、楽しませてもらって、元気をもらった小倉の町に中村座が来て元気を取り戻せてもらえたら、復興のお役に立てれば、と力を込めた。七之助も、被害に遭われた方々に、元気が出るよう芝居を務めなければ、一生懸命、務める、と熱演を誓った。同公演の上演演目は昼の部、義経千本桜、風流小倉に若狂わ祭、夜の部、小笠原騒動。武前小倉藩の小笠原家のお家騒動を書く当主狂言、小笠原騒動の再演に、勘九郎。